僕は中華パーツは結構使うけど、付属のね、ネジは絶対使わない。めちゃくちゃいいんですよ。こう、ガタ全然なんかないそし、の、気になるようなエフェクターがあってね。買おうかな、どうしようかなって迷ってる時はね、こう、シミュレートしてみて、あ、いいかもしんないなと思ったら、実機を買ってみるとかね。まあそういう使い方もこれできるしね。どうも、こんにちは。今回はですね、ギターのね、ペグ。クルソンタイプのね、ペグのお話なんですけど、このペグはね、これ、5等だったかな。のペグでね、もう20年ぐらい、使ってたやつなんだけど、まあ今でも使えるんだけどね。使えるんだけど、これがね、1弦側。このね、1弦側の、これね、ペグなんだけど、エレキでもアコギでもね、ギターのヘッドってね、結構いろんなとこにぶつけると思うんですよ。で、今のね、こう6連のね、ペグだとね、1弦側がね、結構やられるっていうか、こうぶつけるんですよね。それで、まあ、ガタがね、どうしても、こう、これね、わかるでしょ。ちょっとガタガタでしょ。ね。これはね、出てきちゃうんですよね。で、まあ、5等のペグはね、結構頑丈で精密にできてんだけど、やっぱどうしてもぶつけたりとかね。まあ、長年使ってるとどうしてもガタは出てくるんですよ。で、まあ、これ20年だからね。耐用年数は超えてると思うんですよ、十分ね。それで、まあ、5等のペグだと大体このタイプだと5、6000円かな。まあ、安いとこだと4500円とか、そこらで買えると思うんだけど、で、この前のね、バイオリンギターね、あのペグはとりあえずこの20年ものの古いやつをつけてたんですよ。だけどね、やっぱりどうしてもね、1弦2弦あたりがね、チューニングがちょっと、安定しないところがあってね、まあやっぱペグ変えんとダメだなってことで、まあどうせ変えるんだったら、こう、ちょっとバイオリンギターがね、ちょっとビザール感があるから、ペグのこのボタンもね、ホワイトにしようかなと思ったんだけど、まあホワイト、まあ今までも使ったことあるんだけど、ただまあ合うかどうかっていうね、その雰囲気が、今回のバイオリンギターに雰囲気が合うかなって、ちょっとね、どうしようって思ってたんだけど、まあ、そこで4000円、5000円ね、一発勝負で買うのもなんかもったいないなってことで、もしダメだった場合ね、似合わんなと思ったら、まあその場合はムスタングにつけたりとかすればいいんだけど、でもまあ、試しに、形だけでもね、ホワイトボタンのやつでいいのないかなと思ってちょっと探してたんですよ。で、これね、今買ったやつなんだけど、これね、メーカーがね、よくわかる。ミュージックリリーって書いてあるんだけど、買うの、ここのメーカーさんは初めてなんだけど、まあ多分これ中華系のパーツだと思うんだけど、昔のこう、海外製品ね、こういうクルーソンタイプはね、特に、精度がね、すごく悪かったんですよ。ただ安いっちゅうだけで。安かろう悪かろうって感じで。で、最近ね、いろいろギターのメンテナンスとかしてるときに、中華系のパーツはね、よく使うんですよ。で、もう10年、20年前の、そう、なんていうかな、精度的な面を比べるとね、かなり良くなってるんですよね。最近のやつは。まあ、そんなことで、まあ、ちょっととりあえず、価格重視で、これね、2000円なんですよ。アマゾンでね。で、まあ、こういうのは、2つ買えちゃうよね。これ出すんだったら。まあ、とりあえずだから、まあ、そのイメージ合わせで、まあ、とりあえず、ダメだったら、まあ、しか、あ、やっぱダメか、で終わりでね。もしこれが運よく、そこそこの精度があったらラッキーだな、ってことで、まあ、ちょっと一発かけるってことでね、買ってみたんですよ、これ2000円で。ね、これ今日届いたんだけど、今からつけるんだけどね。でね、比べてみたんだけど、めちゃくちゃいいんですよ。こう、ガタ全然ないしね。まあ、これがどのくらい持つかはわかんないよ。耐久性の問題はね。けど、もう一時期の、その海外パーツとは、全然ね、違うなと思って、もう、どうらしっくりできてるんですよ。
まあ、形はね、基本的にクルソンのレプリカだからね、同じなんだけど、このシャフトとかね、昔はね、このシャフト系がね、ちょっと太かったりとか、変な段がついてるとかね、いろいろあったんだけど、まあ、最近のはシンプルに、昔ながらのクルーソンをね、ちゃんと、コピーしてるなって感じでね。で、このスプリットシャフトね、僕はこのスプリットが好きなんですよ。弦先がね、出ないでしょ？だから、指に刺さったりとか、しないからね。で、まあ、厳密に言うと、このスプリットの幅とかね、まあ、その辺はいろいろあるんだけど、これちょっと、このスプリット、音が広いかなっていう感じはするんだけど、この5等に比べるとね。まあ、この辺はそんなに気にならないんだけどね。まあ、とにかく、横通しじゃなくて、スプリットだったら、まあ、なんでもいいやってことで、とりあえず買ったんだけど、そこそこ、良かったんですよ。でね、僕の知り合いでもね、ペグを、まあ、最近ね、ちょっとギターをまた、メンテナンスしてるやつがいてね、まあ、メンテナンスっていうか、今まで持ってるやつをね、使ってなかったやつとかなんかをこう引っ張り出してきてね、なんか使えるように調整してるみたいで、で、部品を何本か交換せんといかんっていう話でとってね、まあ、ペグも、ギター1本だけならいいけど、2本も3本もあると結構バカにならないな、なんていう話をね、この前してて、で、とりあえずまあ安いので、なんとかなるんじゃないの？なんていう話しててね。で、言ってた僕が、今回ね、まあ、じゃあ、ちょっと買ってみるかってことでね、この安いのを買ったんだけど、で、届いたらそこそこいいと。ね。まあ、このね、何回も言うけど、微妙な、この、こうね、多少この辺のデザインがちょっと違うかなっていうのなんだけど、まあ、この辺は、ね、これをもし、これちょっと、中間のやつで一弦側じゃないけどね。まあこんな感じで、はめたとして。ね、違和感ないでしょ？まあちょっとポストの位置が高いかなっていう気もするけどね。まあ2000ですからね。でもまあ一番肝心な、こう、チューナーとしてはね、この精度ですからね。まあこのガタがずっと続いてくれれば、いいんですけどね。このデラックスっていう文字は欲しかったね。ね。こう縦にね。贅沢言えば。まあ2000円ですからね。はい。ミュージックリリー2000円。ね。なかなか良かったってことです。ここでね、一つ。僕の知り合いでね、もう何本か直したことあるんだけど、ペグをね、交換するときに、このネジね、古くなってるネジをね、結構緩めるときとか締めるときにね、潰しちゃう人多いんですよ、結構。まあ、こういうところのネジはね、ステンレス使ってあることは少ないから、まあ、潰れてもね、なんとか取れるんですけど、中華製のパーツはね、今みたいに、こう、品物自体はね、そこそこの作りでも、ネジだけはね、本当にね、もう華奢な弱い、本当に全然ダメっていうネジが多いですから、で、僕は中華パーツは結構使うけど、ネジはね、絶対使いません。ネジはね、もう別で買ってます。で、今回も、違うネジをね、やっぱ使います。付属のね、ネジは絶対使わない。で、まあ、ブッシュもね、同じで使えるんだけど、こういうね、ギターの、こういうギターのね、ブッシュね、この、打ったり外したり繰り返すとね、まあ、あんまりヘッドにもね、材に良くないですからね。まあ、ブッシュはね、流用して、もう中だけ、交換するつもりですけど、まあ、もう一回言うと、このネジね、取り付けのネジね、これだけは、まあ、いいやつもあるかもしれないけどね、僕はあんまり、こういう小さい取り付けネジね、これはあんまりおすすめしません。できれば、ちゃんとしたやつを使った方がいいと思います。まあ、国産でね、普通に、売ってますからね。で、Amazon とかなんかでも、納期がちょっとかかるようなやつ？1週間、2週間、納期がかかるやつでしょ。ああいうのは大体海外から入ってくるやつだから、中華系のやつが多いからね。
値段も安いしね。すごいのだと50本ぐらい入ってめちゃくちゃ安いになるんだけど、まあ、ああいうのはちょっとね、やめた方がいいと思います。まあ、ペグのね、メンテナンストラブルでね、結構今までやってあげた人が多いからね、まあ、その辺、もし自分で交換する場合はね、注意してください。で、必ず、ドライバーね、ドライバーが、このね、スクリューの頭と合うようにね、まあ、こういうドライバーには1番、2番、3番。まあ、3番はペグではないけどね、2番ではまるのと1番ではまるのとありますからね、まあ、この辺、選択を間違えないようにね、潰さないようにやってください。で、柔らかい、こうね、すぐ潰れちゃうネジは、もし、やられた場合ね、本当はニッパーとかペンチでね、このシャフトの部分をね、掴めるんだったら、それで、緩めていけばいいんだけど、大体折れる場合は、材の方が硬くてね、根っこは大体メイプルでできてるからね、硬いんですよ。だからまあ、硬すぎてネジが負けちゃうみたいなのがあるからね、そういう時は結構こう、緩めれない時があるからね。その時はまあドリルで潰しちゃうんだけど、まあその場合はね、運がいいとそのネジと同じぐらいの切りでね、取れちゃう時もあるけど、まあ基本的に潰しちゃった場合は、そのネジより大きいドリルでね、穴を開けて、で、ちょっと円をね、大きい円柱で穴を開けて、そこへ、ダボを打ち込んでね、メイプルがあればメイプル。まああまり柔らかい材料ね、ラワンダとかバスウッドっていうのはあんま使わない方がいいから、このダボ打ちするときはね。まあ僕はよくまあメイプルもだけど、桜とかね、あの辺をよく使うんだけど、桜結構硬いし、結構、なんていうかな、耐久性があるからね。まあ切るとちょっと硬いんだけどね。で、硬いからいいだろうってことで、まあ、黒炭とかね、ああいうの、まあ、色が、メイプルに対して黒炭だと色が違うから使う人はいないと思うけど、黒炭とかなんかを使っちゃうと硬すぎちゃってね、よっぽど下穴をちゃんと開けてないとね、逆に今度、またネジをね、折っちゃうっていうことがあるからね、ネジ結構弱いからね、国産でも。海外に比べるといいけど、国産でもやっぱり、こういうネジは小さいから弱いからね。まあ、とにかく、こう、ネジを折っちゃうと、ヘッドのネジを折っちゃう、こう、ペグのネジを折るとね、結構、面倒だよっていうことです。で、またね、交換したらまた、耐久性とかね、仕様の使った具合とかなんかね、また報告します。とりあえず、このメーカーさんね、結構、使えそうな感じです。なんかね、こう、ピックもついてた、おまけでね。でね、それともう一つ、これみんな知ってると思うけどね、ズームのね、MS の 50G で、これ特別仕様の、これ限定発売かなんかのやつかな。ゴールドのやつね。で、僕は普段ね、コルグのパンドラを結構使ってんだけど、それの前はね、ズームのこの 50G ね、普通のシルバーの方使ってたんだけど、まあ、ちょっと、知り合いにもう何年ぐらい3、4年貸してるんだけど、まあ、いいよ使っててってずっと貸してんだけど、もうほとんどお差し上げ状態なんだけど、まあ、ね、戻してなんていうのもなんかあれだからね、まあちょうどほんでこのゴールドの限定品があるからね、まあ高くないからね、これ8、7000とか8000ぐらいだからね。で、一応ゴールドをね、買ったんだけどね、なんかちょっと高級感があって、いいね。あとは、ま、中身はね、さっき使ってみたけど、まあ、全く一緒だなって感じでね。まあ、このズームの、この50もね、息が長いですからね、もうこれ、もう売れてるしね、こういうコンパクトのマルチじゃベストセラーじゃないかな、これ。アマゾンでもね。まあ、ちょっと設定に癖があるからね、慣れちゃえば全然、なんてことはないんだけど、初めて使う人は、なんて思うかもしれないけどね。で、この前ね、ブログにも書いてあるんだけど、なんかその気になるようなエフェクターがあってね、買おうかな、どうしようかなって迷ってる時はね、これ1台持ってるとね、結構その、まあ、似たようなエフェクターが入ってるからね。それで、ある程度こう、シミュレートしてみて、あ、いいかもしれないなと思ったら、実機を買ってみるとかね。まあ、そういう使い方もこれできるしね。
まあ、ボードの中に1台あると、なんか1個違うエフェクターを追加したいなっていう時ね、便利ですからね。これは本当に長いよね。ボスで言うと SD-1 とかなんか、そんなには長くないけど、そういう感じですよね。もう定番、コンパクトマルチの定番って感じでね。まあ僕はこれ使うときはもう、なんちゅうのかな。その、アンプシミュレーターね。デラックスリバーブとかその辺の、アンプのシミュレートとリバーブを使うぐらいで、まあこれでエフェクターを駆使してってことはないんだけど、まあ普通のアンプのストンプとしてね、そのままラインに入れたいときね、めんどくさいことやりたくないときは、もうこれのアンプシミュレーター通してね、一発で、鳴らすと、まあそういう方が楽ですからね。まあそういう感じで、こういうコンパクトは使ってるんですけど、まあコルグのね、パンドラもそうなんだけど、まあ、もしね、ズームのこの50ね、これから初めて買おうかなっていう人もね、今ゴールド売ってますからね、これそのうち多分なくなると思うけどね。で、またシルバーになると思うんですけど、まあ、もし買うんだったらゴール、実勢価格、市場価格だとね、1000円ぐらい高いのかな。まあ、基本的には同じ値段だと思うんだけど、まあ、高くても大丈夫だろうってことで売ってると思うんだけど、1000円ぐらい確か高いと思う。まあ、ショップさんによってはね、同じ値段で売ってるかも。そういう良心的なお店もあるかもしれないけど、まあ、いろいろ見ると大体1000円ぐらい高くなってますからね。大体8000円前後ぐらいで売ってますからね。まあ、この辺もね、このペグと一緒に買ったんだけどね。ズームの MS の 50G ね。はい、そういうことで今日はクルーソンタイプのペグが20年経っていかれちゃったから、買い替えましたというお話でした。